息が減るもん。日曜日とお腹すくるのはさ、今現在7時58分。いつものサザンカさんがオープンするのを待っております。え、サザンカっていうこれ。ほんまかよ。よかった、ほんま。サザンカ。どうだったの？これサザンカじゃん。サンザカ。山茶やと思ったけどサザンカさんで発覚した。あれ？なんか看板に貼ってない。あ、何？いけるやろ。行こうか。11時までの営業です。10時半ラストオーダー。なんでやろな。な、全然いけるの。8時やから全然いける。じゃあいつものモーニングを楽しんでいきたいと思います。お前らもう8時や。行こう。ここいいんじゃない。ここ行く。19分。行く行くで。こんなサザンカさんが休みがあるなんて食料難民すぎるわ。6時からずっとお腹空いたって言ってんのに。これはミラクル中山県ピンチ。9月入ってるピンチです。ほんまやな、大ピンチやな。到着。取るスタイルやな。いいやん。あってんな。うん。行かないと。香ばしい。何だった。これ行きますね。はい。あ、美味しい、美味しい。うん。かなり。運転手早かった。うま。美味しいわ。よかった。マジで。ずっとしまったよ。もうなんだバタークロワッサン。あ、めっちゃうまい。美味しい。さあ、いや、お酒いただきます。はい。何でした、これは。瀬戸内ビーツ。甘い。やろうな。美味しい。甘そう。甘そう。結構ボリューミーやな。美味しそう。さっきからちょっと気になってんのは、うん、俺らの正面みたいな絶対目合うあのプレート、黄色いプレート。え、何か乗ってる。俺らの正面のプレート71で
うん、まあ、自分が頼んでるちょっとね、やはい、はい、すいません、ドレッシングないドレッシングないドレッシングないですよ、なんか言うね、すいません、はい、なんでお箸なの、いいやん食べにくない、うん、うまい、美味しそう、匂いがすごい、このだし、はい、これいいね、うん、食べにくそう、これからだ、こっちやめなさい、そういうわけでね、ザラソーザラソー感覚、あ、そうやね、絶妙だよ、うまいね、うまいな、おいしい、うまい、吐きそうやね、うまい、マジで食べらなあかんよ、うん、おいしい、うまい、ちょっと行ってくる、いいよ、どんどんよ、いつもやろう、あ、そっちの方が好きかなと思った、すっげえ美味しいで、これをこの細さでいけるわ、いいな、はよ、お待たせいたしました、何うまかったから、うまかったから誰がなって、誰がなってじゃ人間でなるやん、未見識はうまかったなってるよ、なってるよ、美味しかったな、大概の人みんなであるやん、見てんしわやったどうなる、どうなる、じゃあ大概の人、どうなる、どうなる、え、私がなってたってこと、美味しかったな、大概なるよ、みんな、はい、なんで生きていたの？いただきます。ヘルシーやな。うん。一番好きやな。いった。まだ。まだ。助けた無料頼んだ。こちら。忙しい。
いつもしてたことない。いいが。あばれる。トランジーノ、ゆっくり。はい、うまい。エビマヨ。キンキューは一番。ああ、いいとこ行っちゃってる。どこ行っちゃってる。マジで、1個だけ食べていい。どうやろう。え？おいしい。どういうこと？どういうこと？食べられへんのでは？誰が？まあ結構な量があるやん。俺も手伝おうか。おいしいと思うで。うわ、まあまあね。まあまあな量はな。もうこれ以上言わん方がいいかも。そうそう、もしかしたら。いや、いいんですけど。もう、こう、野菜がもう、呼んでる。もう上がっていったら気持ちよくない。うん。なくなっていったらいいね。あ、うん。上がります。何してるつけやすい。いや、動けへんかった。ブルブルって言うのかな。でも、ここで、ここの猫やね。はい、失礼します。ゆっくすです。はい、はい、ありがとうございます。やったよ、来たね、来たね。どうぞどうぞ、前に出てきてください。あれだろうか、よくある店員あるある。やってやってやって。とりあえず、お客さん行きますか。はい、お願いします。カーブですな、形一緒。あ、こっちの中でマヨネーズ入れますか。入れます。出てますって言うことや。きったね。きったね。ミックスやからいいかも。エビも入ってるから絶対ミックスよりも。そう、やっぱり基本はやっぱ海鮮好きやな、俺俺って俺って俺って喜んでる。昭和やな。なんか俺ってなんかアニメだなんか知らんけど。あつあつ。二ついける。二つ。二つ。ちょいちょい、2つ取るよ、2つ取るって取るよ。何だけだけまあまあ食うしね。もう無理無理やで。これ1個あるわ。これもあんだよ。頑張れよ。何？俺はもう目の前のものを耐えられたらしい。頑張ってくれ。うん、まあ、そういう。いけへんよ。まだこんな濃いもんあんもん。いけ。手前も食べてる？No。どんどん絶対無理。これいけるって聞いてなかったね。多方面いけんねん。多方面いけるわけない。何は？多方面無理だよ。地元しか無理。おやめてくれ。おやめてくれ。もうお好みは俺から見えてるんだって。もうミックスが好きだ。この1週間ずっとお好みの話。タバコの匂いとか。私元でなかった。もう地方に出したよ。でかすぎ。えぐいな。
田舎出しの卵と同じように入ってる。レモン食ってた。押し付けといてさ。神様にさ。俺にディスってるんで一緒や。どこに神がおったの。食は神。食の個性神の。だから二人で分け合おう。ね、もう完食しました。めっちゃ食われた。綺麗に食べました。全部食べましたよ。